昨日の夜は楽しかったな。みんなも楽しくおしゃべりしてたし、稲妻にもごちそうしてくれる人はいるかな。パイモンは昨日の夜ずっと食べてたわよね。そんなことないぞ。ギップ。おお、桟橋からもうこんなにポスターがある。ますます考案者2人の正体に興味が湧いてきたぞ。そうね、でも情報がとても少ないから、みんな彼たちに対する憶測がどんどん止まらなくなってるの。この2人は知恵の神の啓示を授かったという人もいれば、そもそも考案者なんて存在しないなんていう人もいる。そうだ、君たち召喚王っていう本は読んだことある？そっか。ワニの王に憑依された不思議な少年が伝説のプレイヤーになる物語なんだけど、これがとても面白くて、ここに来る前に私も読んでみたの。召喚王の作者が物語に登場する少年プレイヤーで、七星召喚を考案したのは伝説のワニの王と時の王っていう考察まで飛び交っててね。どんどんありえない方向に行ってないか？そうね、だから原作者もすぐにそれを否定したわ。でも人々の議論はより激しくなって、本の販売速度はさらに勢いを増していった。だから七星召喚がテイワットで大流行したのは、娯楽小説召喚王のおかげでもあるのは否定できないわ。見てこの景色、まるでお祭りみたいじゃない？これで本がまたたくさん売れるでしょうね。ああ、これはきっとあの狐女の仕業だろうな。狐女？八重巫女っていう八重堂の編集長のことだぞ。巫女ならきっと油揚げを食べながら手下に、この木に娯楽小説の売り上げを伸ばそうとか言ってると思うぜ。ああ、そういう場面なら私もよく知ってるよ。油揚げをコーヒーに、娯楽小説を新聞に置き換えたらだけど。どうやらどこの上司も同じみたいだな。地域によって景色もそれぞれ違うんだね。こうして外を回れて得した気分だわ。お前は前向きだな。不当な扱いを受けたってのに。あれ、あそこに立ってるのって、あ、エイだ。旅人さんにパイモン、またお会いしましたね。こちらのお姉さんは？紹介するぜ。あれ、なんかおいらここ数日ずっと人を紹介する役をやってるな。こいつはシャルロット、フォンテーヌから来た記者だ。こっちはエイ、稲妻の神なんだ。御嶽鳴る神主の御子と大御所様ですか？お初にお目にかかります。先ほどは失礼いたしました。遠方よりいらしたお客様まで、そうかしこまる必要はありませんよ。かしこまりました。あ、いや、わかりました。ふう、君たちの知り合いってみんなとんでもない大物ばかりね。私はミコンに誘われ、市場や娯楽の雰囲気を感じに来たのです。皆さんと何ら変わりありませんよ。おお、そ
その気持ちよくわかるぞ。会場は賑やかだし、美味しいもんもいっぱいあるからだろ。皆さん会話が盛り上がっているようですので、私はこの辺で失礼します。前みたいにまた後で合流しよう。そっか、じゃあまた後でな。もしかして私の身分があの子を怖がらせてしまったのでしょうか。そんなことないと思うぞ。オイラたち前も手分けして情報を集めてたからな。エイも七星召喚が好きなのか。選手たちの試合を見てるとハラハラドキドキするよな。実は私も参加者の一人なのです。うえぇ、エイが。どうしてそう驚いているのでしょうか。札を使って遊ぶことは昔からあるもの。今の札遊びがどのようになっているのか私も気になります。ええ、準決勝まで進出しました。準決勝、すごいな。それじゃあ決勝戦まで。残念ながら私はそこで敗退してしまったのです。そのこやつは準決勝でわらわに負けたからの。本当に惨めじゃった。まさに乾杯と言えよう。先ほどまでの話、わらわも全部聞かせてもらったぞ。ちょっとした小細工に翻弄されただけです。小細工の何がいけないのじゃ。規則の範囲内での小細工は全て知恵の表れじゃぞ。誰かさんがいつも天使閣に引きこもっておるから、それを身につける機会がないのではないか。この二人本当に仲がいいんだな。あなたの言う通りです。もっと外に出るべきですね。今の稲妻は治世されており、昔とは随分変わりました。しかし一部の人の天候に対する恐怖心は今も変わっていません。いくつかの試合で相手が突然手を震わせ始め、カードを出すのをためらっていました。今思えば彼らは勝負を決める一手を打つのが怖かったのかもしれませんね。まったく、他の者は試合に負けて悔しさからうつむいたり地団駄を踏んだりしておるのに、勝ちを手にした汝がここでしょぼくれておるとはの。汝を城の外に呼び出したのは札遊びを純粋に楽しんでもらうためじゃ。まあよい、汝のその癖はわらわも知っておる。わらわがどうやって小細工をどうしてあの渡墨島の荒人神の巫女に勝つか、素直に見習った方がよいぞ。え、決勝戦の相手ってここみなのか。片方はかつて共に戦った渡墨島の指導者、もう片方は英知と美貌を兼ね備えた八重巫女様。わっぱよ、どっちを応援する。巫女、旅人さんを困らせないでください。もちろん分かっておるぞ。わっぱの反応を見てみたかっただけじゃ。会場はすぐそこじゃ。先に見に行ってくるとよい。決勝戦の相手によろしく伝えておいてくれ。巫女、民の私に対する恐怖心ですが。汝を恐れるのは当然のことじゃろ。汝が雷を落としたらわらわの毛でさえ焦げてしまうぞ。そんなことはしません。わらわだって人を取って食ったりはせんぞ。それでも
とある作家はこう思っておる。原稿を提出しないとわらわが陽子に化けて食いに来るとな。わけがわからぬじゃろう。じゃがそれを知ってからわらわはよくその方法でそやつを脅すのじゃ。今もなお聞いておるぞ。原稿の提出が毎回早くなっておるからの。おい、ダチコ、チビスケ。あ、牛使い野郎。こんな人の多いところでオイラをチビスケって呼ぶなよ。この荒滝天下札遊び第一一都が七星召喚の大会に参加しないわけにはいかねえだろ。俺ら荒滝派は大会の賞金を全て手に入れるために全員で参加してんだ。でも予選で落ちてしまったのは親分だけだ。そんなことはどうだっていいんだよ。俺様はたまたまついてなくて一回戦で強い相手と当たっちまっただけだ。それにその相手とは一進一退の攻防を繰り広げたんだぜ。たった3ラウンドで相手に倒されたの一進一退の攻防とは言えない。おい忍、ダチ公の前なんだ。もう少し俺様のメンツってもんを考えろよ。お前だってあのなんとかの宮とか、なんとか宮に負けちまっただろ。あの人は渡墨島の軍師だからね。私は素直に負けを認めているよ。実は俺様前々から観察してきてあることに気づいたんだ。ズバリ札遊びで強くなるにはカードの裏面が綺麗でなくちゃならねえってな。俺様が負けちまったってのだってカードの裏面が平凡すぎたせいだ。カードの裏面の模様とプレイヤーの腕前に関係なんてないと思うぞ。いや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 、チビスケ、お前は分かってねえな。強い鬼カブトムシの背中が色鮮やかなのと同じようにカードの裏面が綺麗なほど俺様の引く手札だってもっと強くなるはずだ。親分、札遊びは虫相撲とは違う。勝つには本人の腕が必要だ。おめえらに説明しても拉致が明かねえ。ここはダチ公に判断してもらおう。おお、それだ、いい考えだな。こうしよう。忍、お前のカードを貸してくれ。お前のカードの裏面は色が鮮やかだからな。いや、でも旅人のカードの裏面もきっと普通じゃねえ。綺麗さで劣る可能性だってある。そうだ、お前は俺様のカードを使ってくれ。あのさ、親分が組んだあのデッキじゃ誰が使っても勝てないと思うけど。つべこべ言うなっての。どちこ、今時間あるか。よし、さすがだちこ、ギリがたいやつだぜ。ああ、わかった。なら私が審判をやろう。二人とも気を楽にしてくれ。大した対戦じゃないから勝ち負けはどうだっていい。おめえら聞こえたか。俺様のカードが風の中で雄たけびを上げてやがる。それは私のカードだ。かっは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 。やっぱり俺様の考えは正しかったようだ。気にしないでくれ。親分のデッキはそのあんたも知っての通りだから。そういえば二人は何か用事でもあったんじゃないか。オイラたち、ここ見に挨拶したいんだけど。
どこにいるか見なかったか？ああ、あらたき天下バカイットが言ってたなんとか宮のなんとか宮のことだぞ。こんなちびすけ。これから彼女の試合だから、あまり遠くには行っていないと思うが、そこにいる九条サラさんに聞いてみるといい。会場の秩序と人員の出入りは全部天領奉行の人が管理しているから。おいだちこ、また札遊びをやりたくなったらいつでも声をかけてくれ。どうした、たちこ、もう一勝負してんのか。ああ、お前の用事を優先してくれ。また後で会おうぜ。ソラ、オイラたち、ココミを探してるんだけど、どこにいるか見なかったか？先ほどの準決勝の後、会場の外に出ていくところを見たが、それから戻ってきてはいないな。三五宮様なら、離島の西にある海岸に行ったはずだ。ゴロ、久しぶりだな。ああ、久しぶりだな、二人とも。何か用事でもあるのか？いや、ただ挨拶に来ただけだぞ。そういえば、決勝戦で戦う相手はかなり手強いようだな。サラはどっちを応援するんだ？私は全力で将軍様を応援するつもりでいたが、将軍様の戦いはもうすでに終わってしまったからな。正直、私はどちらでもいい。あれ？てっきりミコを応援するのかと思ったぜ。昔であればそうだったかもな。だが鳴上島と渡津島が友好関係を結んだ今、皆が友人だ。ああ、三五宮様もそのように考えてる。友人と札遊びをするのは勝ち負けを争うためではなく、技を磨き合ったり楽しさを分かち合ったりするためだったな。この先の稲妻もそうであってほしいと、三五宮様はそう願ってるんだ。ああ、立派な考えだな。三五宮の対戦相手は人を欺くのを得意とする。もし相手が浮かない表情を見せても決して油断してはならない。それは罠に誘い込むための演技かもしれないからな。かつて戦場で睨み合ってた大将が今は互いに気遣い合ってるなんて、いい感じだな。誤解するな。これは公平を期すためだ。参加者の名簿であの軍師の名前を見た時から私は察していた。彼女が決勝戦に進出し、将軍様の相手になる可能性が高いとな。故に私は彼女の試合を全て見たのだ。あの軍師は多様な戦術を用い、奇策を弄するのも得意であった。だが将軍様が敗退した今、これらの情報は宮司様の耳にも入っているだろう。おお、つまりここみには情報不足を理由に負けてほしくないってことか。この生真面目さ、さすがサラって感じだな。九条さん、忠告ありがとう。三五宮様に伝えておくよ。いや、気にするな。そろそろ時間だ。あの軍師を呼び戻した方がいい。ああ、では先に失礼させてもらう。試合がうまくいくといいんだが、あそこにいる鬼が邪魔しない限り問題ないはずだ。風の行く先よ。ココミ！パイモンさん、それに旅人さんも。ひひ、驚いたか？オイラたち、お前を応援しに来たんだ。ココミはここで何してるんだ？
見てたのか？ええ、心地よい波の音を聞くと心を落ち着かせることができますから。それに渡積島を見ようと思いまして。ん？ここから渡積島が見えるのか？うん、どれどれ。どうです、見えましたか？あそこは神奈塚で、もっと遠くにあるのが八潮里島。見えないぞ。このように晴れた日でも鳴上島からは遠くにある渡積島が見えません。ましてや雷や嵐が存在していた頃であればもっとです。今双方は友好関係を結びましたが、戦争の暗雲はまだ一部の人の心に残っています。知人同士の喧嘩でも相手を許すのには時間がかかるもの。お互いに眺めても見えない相手であればなおさらですね。ここみ、あ、ごめんなさい、なんだか真面目な話をしてしまいましたね。はい、私のことをよくわかっていますね。あ、どういう意味だ？最も重要なのは勝ち負けではない。重要なのは、三五宮様が人々の注目の中、ここに札遊びをしに来たという行動の方だ。ええ、これからより多くの人たちが渡積島と鳴上島の間を行き来するでしょう。私が伝えたいのは、たとえ信仰している神が違えど、皆さんはもう同じ卓で札を持って遊ぶことのできる中、これからは助け合うべきだと。ただこれだけです。これもある意味札で恨みを払うと言えるかもしれませんね。その表現とても素敵ですね。それに私は兵学や策略を好んで学んでいます。策略を競い合う札遊びに私が参加しないわけにはいきませんでしょ。ひひ、じゃあ自分が楽しむためでもあるんだな。2割ほどはそうですね。けどあの狐女には気をつけた方がいいぞ。あいつは人を欺くのが得意だってサラもそう注意してたからな。札で恨みを払うという考えを持っているのは三五宮様だけではないと思いますよ。あの大将も似たようなことを言っていました。そうですか、それは何よりです。パイモンさん、ご安心ください。七星召喚の対局において私はあらゆる状況への対策をすでに講じています。おお、ますます楽しみになってきたぞ。よし、この試合オイラ何が何でも見るぞ。何があってもオイラは離れない。たとえ屋台から漂ってくる食べ物の香りでもな。はい、ありがとうございます。それでは行きましょうか。よっ、稲妻の神、その意向を頼りに準決勝進出。狡猾な笑みを浮かべる対戦相手。ああ、いい見出しだね。稲妻の雷ってフォンテーヌまで届いたりしないよね。あの雷神様はそんなことで怒らないはずだよ。あれ、なんでお前たちが話してるんだ。いや、それよりなんでオイラたちまたキララと遭遇してるんだよ。奇遇だよね、この前会ったばっかりなのに。私は離島にいる人に一通りインタビューしたんだけど、カード回答に関する情報は何もなくって。そしたらちょうどキララに出会ってね。彼女と話してたら君たちと知り合いだって言うから。
カードカイト？おう、実は…なるほど。その事件の真相なら、おおよその見当がつけられそうです。え？もうわかったのか？一言では説明できませんし、決勝戦がもうすぐ始まります。そうですね。ではこれだけ言っておきましょう。今回の事件の肝心な手がかりはキララさんにあります。ちょっと待ってよ。私に？私もキララと話してて少し思ったことがあるのよね。詳しく話している時間はありませんので、すみませんが残りは試合が終わってからにしましょう。どういうことだ？おいら混乱してきたぞ。ココミに経緯を説明したのはおいらなのに、どこで真相が分かったのか全く意味不明だぞ。おいら、まさか本当にスミレウリみたいにバカなんじゃないよな。分かったぞ。観客の皆さん、召喚王グランプリの決勝戦へようこそ。決勝は鳴上大社の宮司八重巫女さんと、渡津見島の荒人神の巫女三五宮ここみさんの対戦となります。それではこれより試合を開始します。よし、始まったぞ。まずは双方先手と後手を決めます。ゴーもゆっくり登場するとは。海底を散歩していて迷子にでもなったのかと心配したぞ。深海牛の下さん、やっと丘に上がれてさぞかし大変じゃろう。先手は何時に譲ってやってもよいぞ。いえ、遠慮しておきます。コンコン油揚げは冷めるのが早いと聞きました。熱いうちに提供しないと冷たい上に脂っこくなってしまうかもしれませんよ。第一ラウンド開始。決勝戦の勝者は渡津見島の荒人神の巫女三五宮ここみさん。おお、ここみが勝ったぞ。はあ、まさかあの陽子様が。試合を見てたら尻尾の毛が逆立ってきちゃった。皆さんお待たせしました。ええ、ありがとうございます。ここみ、さっきは緊張のあまりオイラまで汗をかいちゃったぞ。巫女ってば本当に狡猾だよな。困ったふりしてココミにカードを1枚倒させた後、そこからあいつがそれを前提としたカードを連続で2枚も使うなんて、危うく逆転されるところだったぞ。おや、ここは賑やかじゃの。わらわに内緒で何やら愉快なことでも話しておるのか。おいら何も言ってないからな。巫女が負けて本当に残念だったって言ってたんだ。何が残念なのじゃ。たった一度の勝負じゃろう。それに次は誰が勝つのかはまだわからぬ。どうじゃ深海牛の下さん、もう一曲やらぬか。コンコン油揚げさんが望むのなら付き合いますよ。ただ旅人さんのお困りごとで私が解決しないといけない謎が残っているんです。そうか、ではわらわは先に行くとしよう。ちょうど五郎もおるようじゃしな。あのふわふわした耳をずいぶん久しいこと見ていなかったからの。では先ほどの話に戻りましょう。キララさん、あなたはここ数日各国で荷物を配達している、そうですよね。うん、
最近荷物が結構多くて。でもそれが怪盗の手がかりと何の関係があるの？おかしいのよね。キララが向かうところは私たちが追ってる怪盗と全く同じ場所なの。そう、そこが肝です。もしかしてキララが怪盗なのか？え、でたらめ言わないでよ。私はただの配達員。善人に濡れ衣を着せないで。あ、いや、いい妖怪に濡れ衣を着せないで。二人ともそう慌てる必要はありません。私が言いたいのはそういう意味ではありませんから。キララさん、ここ数日預かった荷物の中に差出人が同じ、もしくは届け先が同じ荷物はありますか？差出人はどれも違うけど、各地域から届け先の同じ荷物があるのは確かだね。本当か？届け先はどこなんだ？それは具体的な場所は言えないけど、スメールのある場所ってことだけは教えられるよ。その荷物はどれもとても軽くて、大きさもせいぜい封筒程度のものではありませんか？君、もしかして予知夢を見られる大妖怪なの？前におばあちゃんの膝の上で寝てた時に聞いたことあるけど。私は渡墨島の荒人神の巫女で、普段は小説と兵法書を読むのが好きなだけの人間ですよ。どうです、これを聞いて私と同じ答えにたどり着けますか？各地域にはスメールへの荷物が一個ある。どれもとても軽くて、サイズもせいぜい封筒程度。多分それは七星召喚のカードのはず。俺たちは怪盗の痕跡を追って稲妻に来た。旅の途中でキララは何度も俺たちと出くわした。いや、これは事件の答えじゃ、いや、これは事件の答えじゃない。いや、これは、いや、これは事件、いや、これは事件の答えじゃない。これ以上の手がかりは得られないようだ。これ以上の手がかりは得、これ以上の手がかりは得られ、これ以上の手がかりは得られない、これ以上の手がかりは、これ以上の手がかりは得られないよ。いや、これは事件。怪盗はコマニアを利用して荷物を輸送してる可能性が高い。これ以上の手がかりは得られないようだ。これ以上の手がかりは、ええ、とても完璧な答えですね。え、オイラたちがこれまで追ってた怪盗の集めたカードの裏面がずっとオイラたちの目の前にあったってことか。でもまだ疑問は残ってるわ。キララがモンドで荷物を受け取った後に私たちは怪盗に会ったの。だから時系列が合わないのよね。それについては私はこう考えています。
怪盗は一人だけではないのでしょう。ええ、あなたたちが追っているのは怪盗団のうちの一人のはずです。おそらく他のメンバーが一歩先にカードの裏面を集めてまとめて送ったのでしょう。そう考えると、たくさんの国でこれだけのカードの裏面を集めるのって確かに一人ではとてもできない仕事ね。でもオイラたちが追ってるやつはなんでコマニアのサービスを利用しなかったんだ？手間取ってしまい、組織が決めた納期に間に合わなかったとか、そういった理由かと思います。あなたたちの話によれば、その人が窃盗を働いたのは一度だけで、しかも人に見られていました。それからは取引や賭けといった方法でカードの裏面を手に入れています。その人は窃盗が苦手なのかもしれませんね。コマニアに支払うはずだった手数料も取引の資金に使われたのでしょう。でもそうなると新しい問題があるのよね。なんで他の人は自分でカードをスメールまで持ち帰らないの？怪盗たちにどうしてもその地域に残らないといけない理由があるなら別だけど。ええ、それについては私もまだはっきりと分かっていません。怪盗団の目的は一体何なのでしょう。そのカードの裏面には一体どんな秘密が隠されているのでしょうか。おそらくそのカードの裏面を自分の目で見てみないことにはわからないでしょうね。君たち何するつもり？そんな目で私を見ないで。お客様の荷物だよ。私は絶対に開けないから。もし会社にバレたら私クビになっちゃうよ。稲妻の人里離れた山に戻って太陽会なんかしたくない。もちろんキララさんを困らせるつもりはありません。こうなった以上、皆さんいっそのことキララさんと一緒にスメールに行くのはどうでしょうか。そうだな。オイラたち無理に情報を聞こうなんてしないぞ。それにもし相手が悪いやつだったらキララが危険にさらされるだろう。一緒に行けば旅人がお前を守ってやれるぞ。私も喧嘩は得意だよ。この仕事について以来荷物を奪われたことが一度もないの。私をいいかもだと思って寄ってくるやつらを全員返り討ちにしてるんだから。ちょっと考えさせて。わかった。一緒にスメールに荷物を届けに行くのはいいけど、でも条件があるの。君たちは離れた場所で隠れててくれる？絶対にお客様に見られないように。人を連れて荷物を届けに行くのはおかしいでしょ？わかった。約束するぞ。それにたとえお客様が本当に物を盗んでいて悪い人でも、その時は現地の衛兵に渡して解決してもらうこと。じゃあ次の目的地はスメールだ。今回は本当にたくさんの場所を歩いてるな。うまくいくよう祈っています。この謎の答えは今度会った時に教えてくださいね。女とあのなんとかの宮のなんとか身の試合を見て、俺様も燃えてきたんだ。額にある汗もふつふつと湧き立ってやがる。はいはい、親分がどんだけ興奮しているかは離島中のみんなが知っているはずだけど、荒滝派のみんながまだ待っている。そろそろ帰ろう。ちょっと待ってくれ。もう少しぐらい待たせたって大丈夫だろう。最後の最後に立ち子と一勝負してんだ。これ式の頼み別に構わねえだろう。わかった。男たるもの泣くべからず。お前を責めたりなんかしねえぞ立ち子。
九条さん、少しお時間よろしいでしょうか。ああ、優勝おめでとう、三五宮ここみ。九条さんが助言してくれたおかげです。本当にありがとうございました。気にするな。それに勝敗を左右するのは、互いの腕と策略があってのこと。それは誰もが知っている。とにかく、素晴らしい戦いだった。九条さんが参加していなかったのが、実に残念です。きっとお前には勝てないだろう。そんなことありませんよ。九条さんも私と同じなのではないでしょうか。対局で腕を磨いたり、対策を講じたり、他のプレイヤーと友人のように手合わせしたりするのを期待しているのでは。そうかもな。わかった。ならばお前が鳴上島を離れる前に、七星召喚で一戦交えよう。ええ、喜んで。ここは音楽探索。離島で店を開くか。キララが彼女のことをヨーコ様って呼んでるのって何か訳でもあるの？詳しく教えてくれないかしら。いつか原稿を書くときに役立つかもしれないから。いざそれを話すとなると何か間違ったことを言っちゃわないか不安になってきた。何しろ私ってまだ妖怪としての歴が全然浅いから。そっか。それじゃあ油揚げと狐って何の関係があるの？もう君がそんなこと聞くからお腹が空いてきちゃったよ。稲妻の油揚げラーメンを食べに行こう。食べながら説明してあげるよ。